どうも皆さん、一流ド M 実況者リュウです。さあ本日なんですが、ド M 企画先行創生神ソピアチャレンジ。ですね、あのリクエスト非常に多くてですね、この創生神ソピアというモンスターね、これを出してくださいっていう、リクエストを本当異常に多くいただいておりましてですねやらざるを得なくなりましたんで、ド M 実況者としてこちらをね先行で立てるという、そういったチャレンジをしていきたいと思っております。このモンスターの説明をするんですが、めちゃくちゃな効果持っております。このカードは通常召喚できませんと。あのね、召喚条件が難しいモンスターっていろいろいるんですよ。例えばあのズシンとかもそうじゃないですか。ズシンとか、あと、アームドラゴンカタパルトキャノンとか、ああいうのもそうなんですけども、この創生神ソピアも大概なんですよね。見てください、自分相手フィールド上の表側表示の儀式、融合、シンクロ、エクシーズ、モンスターをそれぞれ1体ずつゲームから除外した場合のみ特殊召喚ができる、このという、まあ、召喚条件を持っていると。これね、先行でこれ立てようと思ったら自分で儀式と融合とシンクロとエクシーズ全部用意しないといけないんですよ、盤面に。これね、これやばいんですよで今回 あのデッキのギミックなんですが、ディスコードにね天才者がいっぱいいるんですよ、うちのディスコードには。お魚屋さんっていう方と、あとジャックジャック先生のあのお二人のデッキをいいとこ取りしました。私いいとこ取りして、リスペクトして、でその先行でソピアが立てれるように改良してきました。このカードのちなみに効果なんですが、特殊召喚は無効化されずに、特殊召喚に成功するとこのカード以外のお互いの手札とフィールド上墓地のカードを全部除外するっていう効果を持ってるんですよ。でこの効果の発動に対して魔法トラップモンスターの効果発動できないんで、これまあ要は特殊召喚できたらもう最強なんですよ。全部ぶっ倒すから、除外するから。まあね、あのこれをね先行で今日は立てていくという、まあそういった立件になっておりますね。はい。で、あのギミックはね説明するとなんかすげえややこしくなるんで、ちょっと簡単にまあ、ざっくりと、やるんですけれども、創生神、あ、ちなみにこれあのデッキコピー してやろうと思ったところで別に楽しくもなんともないんで、あの視聴コンテンツとして楽しんでいただければなというふうに思ってます。まあギミックはまずですね、エクシーズですね。エクシーズはカバ と、バリ、ウォーテリーで、4-4作って立てていきますよと。まあ、4だったらこれ何でもいいです。で、シンクロ、シンクロはこのねネクロイドシンクロっていうあのこのカードがあって、チューナー墓地のね、チューナー1体とチューナー以外のモンスター2体まで、ゲームから除外すると、その除外したモンスターと同じレベル のスターダストシンクロモンスターを出せるんで、これでスターダストドラゴン出したいなと思って、これで、まあ、のこのチーちゃんとか、パスティとかこのライティとかこの辺のモンスターを巻き込んで8出していくっていう感じにしていますと。で、儀式は限定解除っていうね、これ手札から儀式モンスターを1000ライフ払って特殊召喚できるよって効果あるんで、これを使って出していくと。で融合はスキルのこのハイオールゾンビ軍団っていうのがあるんですけども、これで一旦に一度、お互いのフィールド上墓地のモンスターが全部アンデッド族になるよっていう効果があるんで、これで、全部アンデッドにして墓地を、で、ドラゴネクロを出していくと。ドラゴネクロはねアンデッド族モンスターかける2なんで、ドラゴンズミラーで出せますよっていうことですね。はい。で、じゃあそのコンボパーツをどうやって集めていくか、コンボパーツ数えましょう。1枚2枚、3枚、そしてまあどっちかなんで4枚で、これ5枚、あ違う違う、これが5枚6枚、7枚8枚と、コンボパーツがですね先行で8枚必要なんですね地獄なんですよ。8枚必要なんですよ。だから手札をまあ最低でも引き切った上で8枚にしないといけないんで、まあこういったねあのフォーチュンフューチャーっていう、まあこれ1枚を2枚できるカードですね、こういうカードを入れたりとか、あウォーテリーのツードローとか、あとその運ゲーカップオーベースとかを使ってうまいことね、全部デッキを引き切って先行でで立っていくと。で今回の重要なポイントは先行で全部引き切るんですよ、デッキを。でこれ出すんですよ。つまりですね、何が言いたいかというと、デッキがなくなりますんで、3ターン目でドローできるカードがなくなってデッキ切れ負けます。デッキ切れで負けます。このデッキはこんだけ苦労して負けるんですよ。どう、かわいいでしょ。デュエルスタンバイ。
これ一生決まんねえだろ。これこれいつになったら決まんだよ。これ可能性あんだ、まあ、そもそも先行取んないといけないのすげえきついんだけど。あナイス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 。ヒカリちゃんオッケー。ヒカリちゃん出していく。ヒカリちゃん出して、ヒカリちゃん出して、ヒカリちゃん効果で、フォーチュンレディライティ特集いいね。パスティ、まあ、どうせどっかで止まるんですよ。こんなことやってもどうせどっかで止まるんで決まるわけないんだよな。でレベル上げる、はい、でライティ効果で、フォーチュンレディウォーテリーを特殊召喚していく。でウォーテリーの効果を発動。さあ2ドローしていく。カップオブエース危険だな。ちょっとカップオブエース使わなくてもいけるはずだから、一応ちょっと陣掛けで入れてるんですけども、カップオブエース陣掛けで入れてる。あいいねいいね、いや結構いいね、結構いいじゃん。あと8枚かで1枚ドロー、はい、でカップ使わなくてもいい、ワンダーワンドを発動していく。でワンダーワンドで占い魔のちーちゃんをに発装備してリリースして2ドロー、はい、で無の煉獄発動。あいいねいいね、いいいいな、なんかいいの、いけるんじゃないか、ワンチャン。ワンダーワンド、あと2枚でしょ。これカップオブエース成功したらさ、これカップオブエース成功したら引けるってことだよね、これね。来た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 。あ、待って。カップオブエース使わなくてもいけるわ。あれこれ来たんじゃないか、これは来たんじゃないか。で、1、6、1、6、1、で、除外して、スターダスト出して、スターダスト出して、で、瞬速ラカバーバリキテリウム特殊召喚していく。で特殊召喚してガガガガンマン出して、で、まあ、400ダメージはあんまり意味ないんだけど一応やっとくか。やべえ、なんか緊張してきたんだけど緊張してきたぞ。でガガガンマンの効果を発動していく。でこれ400ダメージあんまり意味ないんだけど、400ダメージあんまり意味ないんだけど、高校あったら意味なんだけどね、殴るから。こっち今先行でソピア立てるっていう目標をしてるんで、よし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 。で限定解除すんじゃん、限定解除すんじゃん。で儀式出すじゃん、儀式出すじゃん。でだ、支援の患者で一体渡すわけですよ。まあ何でもいいんだけどこれ渡すか。渡してですね、でスキル発動して灰夜ゾンビ軍団にして墓地の、これ余ってないよね、余ってないっていうか大丈夫だよね、墓地にアンデッド族がいるから。でこれで竜の鏡ドラゴンズミラー発動、墓地のアンデッド族モンスター2体の魂をこのゲームから除外し、現れろドラゴネクロ来た。フィールドにはエクシス、融合、シンクロ、儀式モンスターが全て揃っている。その全てのモンスターをこのゲームから除外することによって現れろ創世神ソピア、来たー見てくれ、先行ソフィア成功だ。なお、デッキが切れて、俺は負けるけどな。